その時、巨大な海蛇が泳いできて俺の腕を噛み切った。犠牲が必要だという神のおぼし召しだ。族長が蛇を倒す話だと思ってましたが。違う、神は犠牲を要求した。つまり時が来たのだ。もっと明らかな兆しを待つべきです。せめて次の夢までは。これ以上の兆しは必要ない。セリスを探している。ここに来たそうだな。アンクライトの娘か。ああ、来たとも。今はどこに。なんだ。セリスだ。セリスはどこだ。知らん、知らん。質問はたくさんだ。まずいことでも言ったか。族長を許してくれ。ここのところ体調が優れない。病気か。クラフの祝宴の間も少し様子は変だったが。失礼、行かなくては。セリスはどこだ。探してるんだ。ああ、知らん。他を当たれ。それはどうも。オルスワンで嵐に捕まったのに覚えた。俺たちは友人には思いやりを、敵には斧を。どうも。あらあら、ずっと誰も来ないと思えば遠方からのお客が春の雨みたいに続いてやってくる。疲れてるのかい。食事は。セリスを探してる。アンクライト一族の娘だ。あら、見つけたようなものよ。ちょうどここにいたわ。行き先はわかるか。族長の子供時代のことを聞かれてね。だからベルグトラとエイリックに会うよう言ったの。ベルグトラとエイリックとは誰だ。エイリックは先代の族長と親しかった。ベルグトラと結婚できたのも族長のおかげよ。村の東に住んでるわ。それでは幸運を。セリスに会ったらよろしく伝えて。船が飛んでいきそうになったの。星が落ちた。あなたみたいな人が考えてる。見て。どうも。人を探しているんだが。運のいい男ね。残念ながら私は既婚者だけど、村には素敵な娘がいっぱいいるわ。その素敵な娘はどこにいる。この島を案内してほしいんだが。そうね、ベアがいるわ。酒屋の娘。ただダメね、釣り針みたいな肌もの。デボラは素敵な娘よ。歯並びも綺麗で、ただ右目の下に腫瘍があるわ。マヤは夢のような顔立ちよ。右足の骨がちょっと腐ってるけどね。ああもう、こうして考えると本当に魅力的な娘は一人もいないわ。セリスを探している。寄せっぽちの。確かに愛らしい瞳ね。それに名家の出身で、でも苗木みたいにヒョロヒョロよ。居場所がわからない。父親が心配して。大いぼれのクラフには落ち着けと伝えなさい。スケリチの娘は島で死んだりしない。まあいいわ。ちょっと前までここにいたわよ。エイリックを探しに行った。島の反対側の海辺で一緒にいるはずよ。感謝する。それでは。見つかるといいわね。ドラゴンと戦ったことある。感情を切り出してやる。行け、ローチ。ゴミ山にたかるカモメみたいに群がってきやがった。ざまあみろ。威勢がいいな。お前はあの岩の上で怯えていただけじゃないか。俺が警告してなかったら今頃お前だってニシンの餌だぜ。
俺が来なかったらお前は岩の上で一生過ごしていたわけか。わかったよ、命の恩人だ。それでなんだ、お前を称える歌を歌いながら国中を行進してほしいか。いや、セリスの居場所が知りたい。バカ言うな。怪物から助けてもらったからってアンクライトの娘の噂話はする気はない。セリスはどこだ、教えろ。ウダルリック族長とご家族について聞かれたよ。ウダルリック族長の旧宅に行った。あの丘の上だ。感謝する。それでは。セリスか。気絶している。ここから出さないと。何が起きたの、ここは。頭がひどい痛みだわ。何か重いもので殴られたんだ。ゲラルト、なぜここに。様子を見に来た。クラフが心配している。うちへ帰ろう。ウダルビックを助けるまでは帰らない。ケン、ケンはどこ。戻らなくちゃ。まだ動くな。あそこから運び出したばかりだ。でもどういうことか教えてもらおう。なぜ屋敷に踏み込んだんだ。ウダルビックを助けたくて。確かに様子がおかしかったな。それと幽霊屋敷の散策にどんなつながりがあるんだ。あるの。ケンさえ見つけていれば。その剣は何なんだ。ブロクバル、ウダルリックの一族に伝わる剣よ。私は彼の呪いを解かなければならないの。呪い。話せば長くなるわ。昔ウダルリックと弟がこれをめぐって衝突したの。一族の剣を受け継ぐのは長男ウダルリックのはずだった。でも父親がブロクバルを譲ったのは弟のアキだった。ウダルリックはさぞや憤慨しただろう。ウダルリックは公の場で父親の決断を問いただしたの。ここスケリッチでは神聖な法を破るほどの一大事。そんなこと族長は許さないだろう。ウダルリックは杭に縛り付けられ、腰まで海に沈められた。そのまま3日間過ごしたの。罰が終わった時、彼とアキは海へ釣りに出た。めでたしめでたしとはいかなそうだ。ええ、そう。事故があったの。嵐が起きてアキが船から落ちた。ウダルリックは帆を張るので忙しくて手遅れになるまで弟の声が聞こえなかった。聞こえなかったか、聞きたくなかったか。同じ疑いを持った者もいたわ。でも誰も口には出さなかった。どう思う、ウダルリックはアキを殺したのか。結論を急ぎたくないわ。でもあの日海で何があったにせよ、それがウダルリックに強く影響してると思う。あの剣がそれに関係してるみたいなの。剣をどうするつもりだったんだ。きっとアキの亡霊が欲しがってるのよ。弟の亡霊だって。私は本気よ。島の住民はウダルリックを選ばれし者、神の声を聞く者と呼んでいるの。私もかつてはそう信じたわ。でも今はいろんなことを考慮すると、彼が死んで弟に取り憑かれているとしか思えない。大胆な仮説だ。そう考えるだけで法を何個か破ってるんじゃないか。気にしないわ。私は神の声だと信じてない。彼を見た？体中傷跡だらけよ。戦争で負った傷だと思っていたが。感情と理性の葛藤を戦争と呼ぶならね。彼は声に命じられたそうよ。自身を傷つけろと。神々の栄光のために。私には神々じゃなくて秋の声に思える。つまり見殺しにされたのを恨んで秋が復讐したかってるのか。ヨルトはウダルリックが声を聞き始めたのは秋が亡くなってからだと断言してた。勘違いではないはずよ。彼は兄弟二人と一緒に育った仲だもの。秋にブロクバルを与えれば
きっとウダルリックは解放されるはず。悪くない考えだ。相手が幽霊だとしたらな。だが何か合点がいかない。何が？秋は海で溺れた、そう言ったな。幽霊が取り付いてるのはこの家だ。秋もウダルリックもここに住んでいた。それが理由かも。助けてくれてありがとう、ゲラルト。でも剣が必要なの。任せておけ。俺が取ってこよう。本当？ありがとう。じゃあウダルリックに会いに行くわ。ダメだ、君は弱ってる。また途中で倒れるかもしれん。ここで待て、それから一緒に行こう。見つけたぞ、行こう。じゃあついてくわ。父さんとは友達だったんでしょ？今も友達のつもりだが。でも仲違いしたんでしょ？何か誰かをめぐって。イエネファーのことか？大昔の話さ。クラフが君の母上と出会うよりずっと前のことだ。でもその時にはもうあなたとイエネファーは。まあイエネファーは一筋縄ではいかないからな。どんな印象だったの？どこに惹かれたの？さあ、多分安心とか安定、落ち着きや静けさを求めない俺の性格に合っていたのかな。そういえば、イエネファーはどこ？さあな、それがどうしたんだ。一人でここに来させるなんてね。来させたとは？別に、ただあなたから目を離したくないような感じだったから。見て、あそこ。